本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。iPartnersFinancial はフィナンシャルアドバイザー向け金融商品仲介業をしている会社です。急騰した理由はオリックス銀行と信託契約代理店の業務委託契約締結したからです。毎日ストップ高した株の解説をしています。 今後も継続してほしい。また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。